ゼーローコーチの戦いは、ベルリンの戦いにおける、前哨戦であり、1945年4月16日から19日までの4日間、行われた。第一四郎ロシア方面軍バイカ、約100万の将兵が、ベルリンの入り口であり、ドイツ国防軍、バイクセル軍集団配下第9軍、10万の将兵が、守るゼーローコーチに襲いかかった。この戦いはしばしば、 オーデル内セの戦いに含まれることがあり、ソビエト赤軍がオーデル内セ両側はおかした数カ所の一つにしか過ぎないが、ゼーローコーチはその戦いの中でも最も熾烈なものであった。オーデル内セの戦いはベルリンの戦いの序曲であった。4月16日時点のゼーローコーチ周辺1945年4月前半、ソ連赤軍は迅速な行動を見せた。 9日、東プロイセンのイニヒスベルクが陥落した。これは、第二白ロシア方面軍が、オーデル川東岸へ渡過することが可能になった。これにより、第一白ロシア方面軍へのシュベートから、バルト海までのオーデル川下流域戦線における、ドイツ軍の圧力が軽減されたため、第一白ロシア方面軍は、戦線南側に戦力を集中させることができた。 また、南側では、第一ウクライナ方面軍がウ上シュレイジエン北西から、内瀬川へ主力を移動させた。ソ連の3個方面軍は、総勢で250万の将兵、6250両の戦車、7500機の航空機、4 1600門の砲、迫撃砲、そして9 5383台の車両を所有していた。 第一白ロシア方面軍には、11個軍配課の77個、狙撃兵士団、7個の装甲軍団及び、機械化軍団、8個砲兵士団、その他、砲兵と、課中車が混成された部隊が所属しており、3155両の戦車、自走砲、16934門の砲を所有しておりその11個軍のうち8個軍が、 オーデル川沿いに配置されていた。北方では、第61軍がュベートから、フィノー運河へ分かれる箇所を占領しており、運河からキュストリンのソ連共同歩に第1、ポーランド軍、第47軍、第3突撃軍、第5突撃軍、第8新鋭軍が集中配置され、第69軍、第33軍は、グーベン南の川を押さえた。また、 第五突撃軍と第八新英軍はベルリンへ向かう国道にあるドイツ軍の最も堅固な防御地点に配置された。一方、第二新英総甲軍と第三軍をび、第一新英総甲軍は予備とされた。ドイツ第九軍はゼーロー高地に位置するフィノー運河付近からグーベンに向けて布陣しており、512両の戦車、344門の砲。 300から400門の大空砲を所有し、総勢14個師団の戦力であった。また、さらに南側では、第4総甲軍が不印し、第一ウクライナ方面軍と対峙していた。3月20日、バイクセル軍集団の司令官が、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーから、ゴッドハルト・ハインリッチに交代した。ハインリッチは、 ドイツ軍でも卓抜した戦術家の一人であった。ハインリツイはソ連赤軍の攻勢が行われる箇所を正確に予想しており、オーデル川と東西に伸びるアウトバーンが危険と判断していたが、そこはゼロコーチのことであった。ハインリツイは軽い小ゼリアイで川岸を防御することにし、その代わりにオーデル川より48メーター高い地点で、 なおかつ川を横切る国道が見渡せる地点の防御を強化した。ハインリツはその地点の防御を強化するために他の防御地点から兵を移動させた。そしてさらには、オーデル川が春の雪解けで増水し始めたので、上流の貯水池からの水量を調整し、平地を沼地に妄想を返させた。こうして、ハインリツはベルリンとの間に三つの防衛ラインを築いた。 最終防衛ラインはボータンラインであった。これらの防衛ラインは、対戦車号、対戦車砲陣地、残号と遠平号が連携するように形成されていた。4月16日早朝、何千もの訪問、カチューシャによる、砲撃、重爆撃機による爆撃で、ソ連赤軍の攻勢が始まった。夜明け前、第一白ロシア方面軍は、オーデル川の全域で攻撃を開始した。 同時刻、第一ウクライナ方面軍も、内瀬川で攻勢を開始した。第一白ロシア方面軍は戦力を強化してあったが、それは、ドイツ軍が防御を強化している地点への攻撃のためで、あった。第一白ロシア方面軍の最初の攻勢は、大失敗であった。ソ連赤軍砲兵部隊による砲撃が終了した、直後、ハインッとブッセラが第一防衛ラインを放棄。 後方へ戦力を移動させていたからである。用意されていた143個のサーチライトの照射は敵軍を照らし出すどころが、自軍の将兵の姿をドイツ軍に知らしめる結果となり、沼地と化した大地は新軍への大きな障害となった。さらには、ドイツ軍による対抗集中砲撃で、ソビエト赤軍は多大な犠牲者を出すことになった。 最初の攻勢に参加した部隊の進撃があまりにも遅いため、ジューコフは予備を投入することにしたが、それはジューコフにとっては予想外のことであった。夕方までに6キロほど進撃した部隊があったが、ドイツ軍はさしたる存在を受けていなかった。そのため、ジューコフは戦闘計画がうまく進んでいないことを、ソビエト赤軍最高司令部に報告するしかなかった。一方、 南の第一ウクライナ方面軍による攻勢は計画通り進んでいた。スターリンはジューコフにベルリン占領の栄誉を与えるため第一ウクライナ方面軍の戦車軍を北進させると励ました。ソ連赤軍による集団集中攻撃戦術では結果以上に損害が高くついた。4月17日第一白ロシア方面軍の戦線では いつもより緊張が走ってはいたが、ドイツ軍防衛ラインは完全にソ連赤軍を阻止していた。しかし、南側では第1ウクライナ方面軍が中央軍集団防衛ライン左翼を防衛していた第4装甲軍を圧倒していた。シェルナーは第4装甲軍を支えるために予備の2個装甲師団を送り込んだ。しかしバイクセル軍集団と 中央軍集団はこの構成のために連携が取れなくなってしまい、これが戦いの分岐点となった。第四総行軍の交代は中央軍集団が包囲されることを意味していた。このシェルナーの失敗のために第一、ウクライナ方面軍が進撃に成功したことは、ハインリッジが気づいた、堅牢な防御ラインが寸断したことを事実上意味していた。 4月18日、ソ連両方面軍はこれまでの損害を許容範囲として進撃を続けた。夕方までに第一シロロシア方面軍はドイツ最終防衛ラインに到達。第一ウクライナ方面軍はフォスト、占領、目の前にある広々とした地区への進行準備に入った。最終日の19日、第一シロロシア方面軍は ゼロコーチのドイツ最終防衛ラインを突破、その前に立ちはだかるドイツ軍はすでに存在しなかった。第9軍と第4装甲軍の残存部隊は、第1白ロシア方面軍と北へ転進してきた第1ウクライナ方面軍に包囲された。第1ウクライナ方面軍の一部部隊は、アメリカ軍が進撃している西方への競争を開始した。19日。 残存部隊が包囲されながら抵抗を続けていたが、すでにドイツ東部戦線は存在しなくなった。この構成でのソ連赤軍の損害は大きく、特に4月1日から19日の間で2807両の戦車が失われた。ゼーローにあるソ連兵検証ヒレチンにあるソ連兵の戦争墓地、ゼローロー高地の防衛ラインはベルリン郊外における東側の 最終防衛ラインであった。敗因率は、不認治、ゼーローコーチが、増援なしでは3、4日間しか持たないとしていたが、事実、その通りになった。4月19日、最終防衛ラインが突破された時、ソ連赤軍の前に立ちふさがるドイツ軍はすでに存在せず、ベルリンまでは残り90キロであった。4月23日にはベルリンは、完全に包囲され、 ナチスドイツは最終局面に立たされた。事実、2週間も経たないうちにヒトラーは自殺、欧州大戦は終わりを遂げた。戦後、ジューコフを批判した者は、第一シロロシア方面軍がベルリン直通の国道への攻撃をするべきではなく、第一ウクライナ方面軍が内瀬川で突破した箇所を経由して進撃すべきであったと主張した。また、この転身で、 ゼーローコーチでのドイツ軍が防衛を強化していた地点を回避することになり、多くの犠牲とベルリン進撃の遅れを回避することができたとする。しかし他の方面軍はドイツ軍主力との戦闘を回避することができたが、第一白ロシア方面軍の正面は非常に狭く、そのような行動は不可能であったともされる。ありがとうございます。